アミーヌ・フェリドグ入りはフランスとアルジェリアのサッカー選手。ポジションは FW。2013年にオリンピックリオンの下部組織に加入。2016年9月10日には16歳でリーグアンのベンチ入りを果たし、2017年7月3日に3年のプロ契約を締結。トップチーム初出場は2017年11月19日のリーグアン・モンペレ HSC 戦。 73分に、タンギエンドンベレとの交代での投入であった。2020年7月1日、アグックニースへ移籍することが発表された。アンダー年代ではフランスを選択した。UEFAU-17 欧州選手権2017では7得点で、得点王となった。この大会で知名度を上げた、彼は、欧州の様々なクラブから注目されるようになり、ガーディアン氏も、 世界有数の才能として取り上げた。2017FIFAU-17 ワールドカップにも参加。初戦のニューカレドニア代表戦で鮮やかな得点を上げた。この大会では5得点を記録した。UEFAU-19 欧州選手権2018では2得点を記録。フランス生まれだが、ルーツはアルジェリアに持っている。ありがとうございます。